はい、エルアです。っていうことで今日なんですけどね、やらなきゃいけないことがねあるんですけど、それがね、なんか去年たくさんいろんな書類やって手続きしてサインしてわかんない話聞いて、もうそれに疲れてしまって、こう新たにまた書類やらなきゃいけないってなると結構ねしんどくて、まだ申告期限あるんですけど動画回したらやるかなと思ってそれで回してます。今回のそのやらなきゃいけないっていう内容が、ご存知のある方もいらっしゃると思うんですけど、 F バーっていう、まあ私日本からアメリカに移住して、でまだ日本にもお金があるんですよね。でそれが、まあ、1万ドル以上ある人は毎年資産の申告をしないといけないんですよね。そのやる対象者が、まあ、米国居住者っていうのがまず一つ、あとは海外に資産がある人で、その資産の内容っていうのが銀行口座、あとは証券会社、投資信託の口座持ってる人、あとはキャッシュバリューのある保険を持ってる人は申告対象になります。で私は銀行の口座を持ってて、そこに合計で1万ドル以上あるので毎年申告してるんですよね。でもうちょっと詳しく言うと、その年の1月1日から12月31日までの間で最高金額が1万ドル以上になってる場合はその年は報告しないといけないんですね。例えば8月には1万ドル持ってたけど12月にはもう100円とかしかないんですよみたいな感じで言ってたとしても、最高額を申告しないといけないので、8月に1万ドル持ってたら1万ドルっていうのを資産開示しないといけないんですよね。申告をやっていきましょう。でこの F バーの申告期限なんですけど、こっちでいうタックスリターンっていうのがあるんですが、日本でいう確定申告みたいな、それと同じ時期で4月15日までなんですけど、それまでに申告しなかった場合は、自動的に申告期限が延長されて10月15日までやらなきゃいけないんですね。まあ今はまだ2月入ったばっかりなんで全然時間はあるんですけど、毎年年末にその換算レートっていうのが発表されるんですよね。日本円を持ってるんですけどファイルするときはドルで記入しなきゃいけないので、換算レートが発表されてからレートを使って金額計算をコンバートしないといけないんですよね。税理士さんに言われたのが、まあその換算レート発表されるのが年末になるから、まあ、それを調べたと同時に申告できちゃうなら申告しちゃった方が忘れなくていいよみたいな感じで言われて年明けにやってたんですけど、まあ、今回ちょっと重い腰をやっと上げてるって感じですかね。でもなんか申告自体はそんなに難しくないのでシェアしますね。でも今回シェアする内容は私のケースで皆さんにシェアしてます。私のケースは日本に銀行口座を持ってて1万ドル以上、それを報告します。じゃあやっていきます。はい、じゃあ Google からフィンセン114で調べて、このリポートフォーレインバンク&ファイナンシャルアカウントっていうところをクリックします。はい。で、ここの画面になりましたら、スクロールダウンすると、
インディビジュアルとインスティチューションっていうのがあるんですが、インディビジュアルを選びます。このインディビジュアルっていう項目を選んだら、次、ここから離れて、e-filing のウェブサイトの URL 出てきますので、ここをクリックすると、e-filing のシステムのページに飛びます。ここの方法なんですが、PDF とオンラインで申告ができるようになってますが、私はオンラインでやるので、下の項目を選びます。そしたら、FBAR のファイリングをした後に、ちゃんと提出されましたよとか、お知らせが来るんですけど、それをどこの E メールアドレスに送ってほしいかっていう内容ですね。で、あと自分の名前とかも入れるので、ここに E メールアドレスを入れて、その次に同じ E メールアドレスもう一回打って、で、ここに自分の下の名前、で、あとはこう、名字、ラストネームですね。で、あとはここにフォンナンバー入れます。これを入力し終わった後は、ここの下のスタート F バーっていうブルーのタブを押して次の画面に進みます。はい。じゃあ、個人情報を、さっきのコンタクトインフォメーションを入れた後に、スタート F バーっていうところを押すと、この画面になります。で、ここのファイリングネームっていうところは、自分がわかりやすいように名前をつける保存名みたいな感じですね。で、ここに、L は F バー。去年の1年間分の口座申告をするので、2023みたいな感じで分かりやすいように書きます。で、次のこの下の欄なんですけど、もし、期日よりも過ぎて提出を今している場合は、ここにどうして遅れたかっていうことを添えて、この e ファイリングをしなきゃいけないんですけど、それが単純に忘れてしまったのかとか、あとここに書いてあるファイルしなきゃいけないの知らなかったみたいな感じとか、いろんな項目があるんですけど、今近しいものを選択して、その後この下のエクスプラネーションというところに細かい理由ですねを添えてやります。次に、ここのグレーのタブが3つあるんですけど、ここは After completing the F bar, return to this section to sign and submit って書いてあるので、記入を全部し終わって、ここの部分に戻ってくるっていう感じですね。はい。で、この次のページ、ここは自分がファイルする人のインフォメーションを書くので、ここにインディビジュアル個人を選びます。この US タックスペアアイデンティフィケーションナンバーっていうところは、ソーシャルセキュリティナンバーを記入して、この次の TIN タイプっていうところをソーシャルセキュリティナンバーっていうのを押します。4番は飛ばして、5番のこのインディビジュアルズデートオブバース、自分の生年月日を入れていきます。6、7は自分のネーム、名前を入れます。9番に今の現住所を書いて、どこに住んでるかまで記入します。この14番なんですけど、簡単に言うと、25個以上の口座を持ってるかっていう話ですね。持ってればイエスなんですけど、じゃあイエスの場合は、ここのブランクに何個持ってるか。私は25個も持ってないので、ここは両方ともノーにします。はい。で、次のページ。ここが私のやる場所になりますね。このインフォメーションオンファイナンシャルアカウント、オウンドセパレトリーっていうところですね。このね、下。次は、インフォメーションオンファイナンシャルアカウント、オウンドジョイントリー。私は共同名義持ってませんので、ここの記入はしません。で、ここの次のページも私は持っていないので、ここもやりません。で、どんどん下に行くと、これも私は該当しません。
15番のマキシマムアカウントバリュー。これは、去年の1月1日から12月31日までの間で、最高残高金額がいくらだったかっていうところの、記入項目になります。まあ、日本円は私は持ってるので、日本円をここはドルで記入しなきゃいけないので、換算レートをが毎年、12月31日、年末に発表されるので、それをもとに、コンバートして、ここにドルで数字を記入します。で、16番、タイプオブアカウント。私は銀行口座持ってるので、ここはバンクですね。ファイナンシャルインスティチューションネーム。これは、銀行の名前、自分が持ってる銀行の名前を書きます。で、この18番は、アカウントナンバー、銀行口座の番号ですね。記入します。このアドレスシティっていうのは、その銀行口座、自分が持ってる銀行口座の住所を記入します。日本を選んで、日本はステートないので、ここはブランクのままで大丈夫です。これ1個の口座につき申請するんですけど、もし、口座を3個持ってたとしたら、ここ、プラスって押すと1個出てきます。で、3個目が出てきますので、これで2番目に、2個目の自分の銀行口座、また、換算レートで金額をドルにコンバートして記入していきます。これが全部終わりましたら、タブですね。サインザフォームと、あと、サブミット提出っていうところに入っていきます。で、ここを押すと、まあ、これで、レポートにサインしますかっていうことなので、ここに OK を押します。はい。で、